午後には東京か。スカウトされたらどうしよう。スタだとか。私は釘崎野原、喜べ男子、こう言ってんよ。じとーきっと重油まみれのカモメに火つけたりするんだわ。私ってつくづく環境に恵まれないのね。東京東京東京ミラム東京、中華街だって横浜だろ。横浜は東京だ。地方民をもって遊びやがって。やっぱ墓とかって出やすいの。飲み込んだ特級呪物を。きっしょ、ありえない。衛生観念キモすぎ。無理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 。んだと。これは同感。ダサ。ああ、それ。早くしろよ。野原の方だよ。ああ、たる。時短時短、二手に分かれましょう。私は上からワンフロアずつ調べるから、あんたは下から。呪いって危ねえんだよ。うん、最近までパンピーだったやつに言われたくないわよ。さっさと行け。今日は彼女のイカレっぷりを確かめたいのさ。おい、そこの呪い来ないならこのまま払うわよ。地方と東京じゃ。それ抜いた方がいいわよ。私の呪力が流れ込むから。決まった。遊びで忍び込んで呪いにってところか。虎杖呼ぶか。待って。幽霊呪法ともなり。勝った。聖母みたいに優しかった沙織ちゃん。そんな沙織ちゃんを、お店のはもっと美味しいんだよと笑ってご馳走してくれた沙織ちゃん。なんでって。田舎が嫌で東京に住みたかったから。お金のこと気にせず上京するにはこうするしかなかったの。そんな理由で命かけられんの。私が私であるためだもの。あんたにも感謝してる。私が死んでも、私だけが生き残っても、明るい未来はなかったわ。ありがとう。はい、俺言ったからチャラー。貸し借りなーし。なんだこいつ。プープー、子供ドッキュー。なあなあ、俺特急とかまだいまいち分かってねえんだけど。では。よっぺーじゃん。本来呪霊と同等級の術師が任務に当たるんだ。今日の場合だと五条先生とかな。そっか。当然。落ち着け。メゾネットよ。ちげえよ。え？ドアがなくなってる。なんで。私たち今ここから入ってきたわよね。どうしよう。それどうしよう。大丈夫。あらまあ。グッバイ。ジャキよ。ありったけどジャキよ。でも顔はそんなにやられてない。もう、あんたたち何やってんのよ。バカじゃないの。少しは時と場所をわきまえたらどうなの。
こよ、ここ真っ暗で何も見えないんだけど。呪いの気配、何この数。残りはこれ一本。もっといっぱい持ってくればよかった。お前顔覚えたからな。脱出するぞ釘崎。カエル苦手なんすけど。悪かったな。その割には平気そうね。お前もな。当然でしょ、会って2週間やそこらよ。そんな男が死んで泣きわめくほどちょろい女じゃないのよ。なんだ。いや違えよ、もっと気遣いくらい。何あの人たち。2年の先輩、あと一人乙骨先輩って唯一手放して尊敬できる人がいるが、今海外。あんたパンダをパンダで済ませる気か。京都姉妹校交流会？何それ。京都にあるもう一校の高専との交流会だ。でも 2,3 年メインのイベントですよね。その交流会って何するの？スマブラ？ウィーバンなら負けないわよ。メテオで吹き潰すの。個人戦団体戦って戦うの？呪術師同士で？っていうかそんな暇あんの？人手不足なんでしょ呪術師は。やる。私は。俺は。でもしごきも交流会も意味がないと思ったら即やめるから。同じく。面接対策みたいな質疑を落としてんじゃないわよ交代。もう学ランはしんどい。可愛いチャージを買いに行かせろ。あの二人は何してんですか。受け身の練習。高菜、お前らは近接弱っちいからな。裏腹ってどこよ。地下。なんでこっちいるんですか全員先輩。あ、やっぱり。何が言いたいんですか。そうよ、ムッツリにはハードル高いわよ。お前は黙ってる。ただでさえ意味わかんねえ状況が余計ややこしくなる。ムカつくけどいいな。悪くない答えね。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。伏黒。伏黒くんかわいそう。二級術師として入学した天才も一級の東堂先輩相手じゃただの一年生だもん。後で慰めてあげようと。似てるって思ったけど全然だわ。マキさんの方が100倍美人。寝不足か。毛穴開いてんぞ。何やる気。何買った感出してんだ。制服置いてけこら。やめとけバカ。ここじゃ勝っても負けても貧乏くじだ。交流会でボコボコにすんぞ。さっきの本当なの？呪力がないって。本当だよ。お前らみたいに自分の呪力を流してどうこうしてるわけじゃねえよ。じゃあなんで呪術師なんか。ほらさっさと翔子さんのとこ行くぞ。なんでみんな手ぶらなの。何ってこれから京都でしょ。京都って姉妹校交流会。勝ってんじゃねえよバカ。俺らは去年出てねえよ。去年は人数合わせでユータが参加したんだ。リコの開示前だったからな。許さんぞ乙骨ユータ。会ったことねえけどよ。東京校の皆さんお揃いで。うるせえ、早く菓子折り出せこら。八つ橋くずきりそばボーラ。シャケ腹減ってんのか。サトルは遅刻だ。バカが時間通りに来るわけねえだろ。誰もバカが五条先生のこととは言ってませんよ。唐突だな。時差ボケじゃない。ハイテンションな大人って不気味ね。全然
嬉しそうじゃない。おい、はい、なんか言うことあんだろ。え、もちろん妨害行為もありなわけだが、あくまで君たちは共に呪いに立ち向かう。とてもハードないじめなのでは。うるせえ、しばらくそうしてろ。まあまあ。ペレンの新種のパンダとか。人の術式をペラペラと。いいんだよ、トゲノはそういう次元じゃねえから。んなご団体戦形式はまあ予想通りとして。何が割とよ、一度ぶっ転がされてんのよ。あっしゃーん、コテンパンにしてやんのよ、マキさんのためには。そういうのやめろ、明太子。そんじゃまあ、先輩よ、やばい。一郎、アホくさ。分かっちゃいたけど化け物ね。そうだからムシムシつな。あれはユージ生存サプライズの前だろう。他人の指図で人を殺すようなふぬけの集まりなの、京都子は。団体戦が終われば暗殺もなしだろう。なるほど、じゃけマキのこともある。ユージは殺させないし、団体戦にも勝つぞ。当然。ああ、ワンコールで出ろや、伏黒。つうか、無線とか、ブルートゥースイヤホンとか支給されないわけ？あそぶ。かきくけこはマジで無理。そっちのジジイからイタドリ殺すよう言われたでしょ。特にあいつ。マイとかいうマキさんの出がらし。はぁ、あ、じゃねえよ。ペッパーくんでももうちょいまともなレスポンスするわよ。なんだ、怒れんじゃん。私も今同じ気持ちだよ。ああ、そういやそっちのメンバーにもいたわね、ペッパーくん。パンダ先輩！呪害だぞ。死にはしないさ。待って、メカ丸。マイちゃんの苦労。女が呪術師として生きていく意味、もろもろ教え込んでやる。私が浮くほどの呪力の風、砂利とか枝が混ざるとクソ痛い。気抜くと肉えぐられるわね。よくも私のご尊顔を。ああ、わかる。てめえがめんどくせえのは分かったよ。この子一年の割に戦い慣れてる。こっちとらぶん投げられ慣れてんだよ。説教は終わりかい。エリート呪術師の家系、御三家の人。うるせえよ。不幸なら何しても許されんのかよ。じゃあ何か、逆に恵まれた人間が後ろ指刺されりゃ満足か。どんな生い立ちだろうと私はあいつが気に食わねえ。完璧も理不尽も応える義務がどこにある。てめえの人生は仕事か。スレジョーかんざし。あんたマキさんのことどう思う。あ、術師としての話よ。あ、そっち、よかった。正直呪術云々はまだよくわかんねえけど。マキさん4級なの。え、マジ。家が面倒な術師の家系でね。セルフ感動みたいに出ていったマキさんの昇級邪魔してんのよ。そのためにまずは団体戦で勝つ。あんたもういっぺん死ぬ気でやんなさい。はい。聞こえてんぞ。金取んぞ。あんたのどこに金取れるだけの聞き手の器量があんのよ。人の話聞いてんのかよ。援護は任せて、誤射されないよう気をつけなさい。犬かな。私絶対猫。いつの間にあのゴリラと仲良くなったのよ。いや、仲良くなったっつーか、記憶はあんだけど、あの時は俺が俺じゃなかったというか。何あんた酔ってたの。釘崎は俺があの状況で酒を飲みかねないと思ってるの。ショックなんだけど。でもまあ
伏黒の怪我が大したことなくてよかったな。ピザも食えてるしな。あお、いや、もっと消化のいいもん持ってきてくれ。はん、まくいな。あ、答えがない問題もあんでしょ。考えすぎ、ハゲるわよ。私抜きで話進めてんじゃねえ。感謝はしてる、でも勘弁してくれ。姫、勝利を味わう。そうやって俺たちは成長する。俺は構わないですよ。どうせ勝つしね。東北のマー君とは私のことよ。あ、ちょっと待て、どう見てもピッチングマシーンだろうが。何言ってるの。スペアよ、スペアメカマ。次から次へと欲もんな。曲がりなりにも高専生がよ。おら、やってやんよ。お、失礼した。やけくそだな。うわ、マキさん、ナイピー。でも日付も場所もバラバラ。同じ呪霊にやられたんですか。なあなあ、自動ドアって呪霊のせい。呪霊ってセンサーとか引っかかんの。カメラとか映んねえよな。っていうと、昔3人が同じ呪いを受けて、時が経ってそれが発動したって感じ。おお、すげえ、釘先。ふん、どうせ。お、わかりやすいのがいるわね。ぶん殴って構成させましょう。なんで。何よ、わかってるじゃない。オーラってやつは隠してもにじみ出るもんだからな。卒業ぶりですね、伏黒さん。お、それも驚きだけど。そうじゃねえだろ、こっち見ろ。何した、お前中学で何した。いや、あいつらに聞いた方が早いな。おい、バカ A、バカ B、こいつに何された。はい、あんたこそ何よ。うん、覚えられてる。イエーイ、問題児。あと罰当たりな話とかあれば。どこの部族よ。俺よりバカって意外といるよな。積み木って誰。姉貴。はあ、あんた自分の話しなさすぎじゃない。そうだそうだ、呪われてる人はまだまだいるかも。しかも今のところ致死率 100%。 ピコーンって言った、今言った、言った、言った。誰だっけ。伏黒の後輩だろ。釘崎散々いじってたじゃん。おぎ、当時八十八橋に一人で行ったわけじゃないわよね。誰と行ったか覚えてる。私の大学のレポートは伏黒くんたちに手伝ってもらってるんす。心霊スポットにおける電磁波と電化製品への影響、ゲロだろいっす。なんで伊地知さんと話してんの。住木の姉ちゃん無事だったか。自分の話をしなさすぎだな。ここまで気づかないとはマジでテンパってるのね。別に何でも話してくれとは言わねえけどさ、せめて頼れよ。寝たきりだ。もう分かったわよ。初めっからそう言えよ。呪術的に払いがいがありそうね。ああ、伏黒、こいつ別件だよな。ああ、話や。よく言った伏黒。いい人だったんだけど、いい人だったんだけどね。数霊呪法ともなり。モグラ叩きの要領でいいのよね。ああ、多分反撃はない。問題ない、あんたはモグラを叩け。その中に呪術師殺しは含まれていない。お使い、呪霊、呪詛師、どっちだこいつ。っていうか、なんだこの匂い。だとしても指の特級相当の呪霊とやり合って勝ったとして、無傷で済むわけないでしょ。あいつら無事かしら。こいつ、指のところに向かう気か。
舐めた走り方しやがって。そんなんでちぎれると思ってんのかよ。じゃあなんでそんな格好してんだよ。変な匂いはそれか。フシグロピュー、何よその女。私の瞳に乾杯した夜を忘れたの。俺とリズキが一番楽しいんだ。あれは嘘だったの。何、マジで何。わからいで。釘崎、もっとスピード出せるか。無理。背中は任せろ。よし、射程外だな。いたの。お嬢さんの方は10分が限界でしょう。でも残念、私との相性最悪だよ。スレー地方ともなり。我慢比べしよっか。ならさっさと泣きながら術式解けよ。じゃんじゃかともなりぶち込んでやる。ともなり、うるせえな。スイッチ。こっちは見せてなかったわね。かんざし、すぐに兄貴に送ってやるわ。こいつなんで消えない。まだ生きて。違う、せかすな。スレージュともなり。その一派だ。ああまあね、あとは残るかもね。あのおっさん大丈夫かしら。車行っちゃったし、毒の方はまあ、うん、今から帰って翔子さん起きてるかな。そんでシラフかな。何モジモジしてんのよ、キモいわよ。私はぶっちゃけなんともない。術師やってりゃこういうこともあんでしょ。伏黒じゃないけどさ、結局助けられる人間なんて限りがあんのよ。私の人生の席っていうか、